僕たち。こんにちは、赤ちゃんです。こんにちは、赤ちゃんです。ミニーマスよ。似てるね、これね。似てな。似てるよ、ミッキー。僕、グーフィーよ。よ今回はですね、ディズニーで。やばい、似てなさすぎ、怖い。ボブサップ。え、ボブサップじゃない。ボブサップの真似、どういうこと。ディズニーのパーキン&ディズニーストア。ディズニーストアで買ってきました。買ってきました。サヤタンです。サヤタン、サヤタン、サヤちゃんのお誕生日。はい、お誕生日でした。ディズニーに行ってまいりました。行ってきました。じゃあ一品目、こちら。じゃじゃーん。これはディズニー、これボンボで買ったんだよね。そう、まあ、はい、ほら、人が、人混みを避けてるからボンボで購入しました。そう、ボンボで買ったやつ。前日にね、前もって。結構さ、大きいね。わかる？みんなトマト缶みたいなさ。レトロだよね。うん。かわいいと思って。しっかりしてる。アロハイコモンマイですね。矢印が書いてある日。矢印を無視。スナック菓子らしいね。これは2人で買いましたね、ここら辺はね。なんだこれは。え、美味しそう。トマトだよ絶対。トマトですね。トマトビーフ味とトマトバジルチーズ味の2種類。これ絶対美味しい。これ美味しそうだよね。まあでも、まあ美味しいと思うんだけども、缶目当て完全に。まあね。え、食べよう。トマトビーフ味とトマトバジルチーズ。いや、これ缶かわいすぎ。何入れよう。何入れようね。しもし。もこまる入れる。もこまる。うわ、札幌ポテトみたいなやつ。あみあみ系。札幌ポテト。うん、大人な臭みがある。うん。これマジで可愛い。え、なんか安くない？缶がさ、これ大きい割には安いなって。1500円安い。蓋もこんな感じでミッキーになって超可愛い。可愛いなってます。超可愛い。次、じゃじゃーん。お箸、ペアのお箸。まあ、はい、ペアってわけではないんだけど、ミッキーとミニーの。これね、私プーさんのこのタイプのお箸を以前買ってて、めちゃくちゃ使いやすいんだよね、うん、そう。すごいかっちゃんに使われちゃう、いつも。多分さ、あの3日間生活とか見てたら出てくる。いや、絶対出てきてると思う。勝手に使うから、ほんと。だってさ、麺類が食べられないと思う。使いやすい、ほんとこれ。なんか割り箸的な感覚で使えるかもね。先っちょの細い、使いやすい割り箸。え、レトロミッキーで可愛いじゃん、これ。ほら。可愛い。イラストか、イラストな感じのミッキーで。結構長く使えるから買ってみました。イェイ。これいいね。いいよ。ここら辺じゃあ最初2人で買ったの紹介していこうか。そうだね。前半戦。とりあえずでもね、ボンボで出てきたのはこれだけだった。出てきたのって買ったのはこれだけだった。あとまあ、あとこれだね。これとこれ。ああ、そうだ。これ買いました。カチューシャね。キラキラのね、新作のグーフィーのカチューシャ。グーフィー良かったね。めちゃくちゃ可愛い。かっちゃん今回服違うけど、行った時ね、緑のね、ロゴが書いてあるミッキーの T シャツ着てたんだけど、ね、緑と緑であって可愛かった。さやちゃんがコーディネートしました。次、これね、次はディズニーストアの購入。半額とかを駆使して。そう、半額ばっか。これです。はい。値段が660円。ちっちゃいね。おおぉ。よだれかけね。前かけです。前かけにちょうどいいんだ。かわいい、これ。かわいい。これだから半額で出たんだよね、これ。レジ袋。そう、マイエコバッグ。うん。コンビニとかに行くのにちょうどいいぐらい。そうだね、660円が半額。330円で買いました。うん。出かけた時にさ、うん、あの飲み物とおにぎりとかさ、同じことしてますね。2回目のギャグつまんないのよ。次。あ、かっちゃんのさ、あれ。あ、お前まい、たもんまい、みんなお花。もこまるぷお花。これですね。はい、続きまして。これもね、半額でした。半額でした。いくらか書いてあるかな。全く覚えてない。レジャーシートになります。なんか安かったと思うな。レジャーシートです。はーい。これかわいい。ショーパレを見るときに、うん、まあ、待ち時間にレジャーシート使うじゃん、うん、この間だったとき忘れちゃって持ってくのを、うん、半額でしたので、だから多分半額で300円か500円ぐらいじゃないかな。300円は 100% ない、まあ、ちょっと値段忘れちゃったんだけど半額でした。これはーい。これパークにさ、いいよね。あとなんか
薄いけど、そっちの方がかさばんないから、パークの時はこれ折りたためます。うん、これからのもう必須アイテムになりそうだね。うん、はい、次じゃじゃーん、ボピープボピープのお人形さんです。これもね、半額です。やばいよねボーピープのね、フィギュアとかなんかあんまなくて、うん、お人形さんもなくて、ウッディとバズが大きいのいて、一番くじのね。だけどボッピーがいないから、ボッピーってうちらの呼び方ねうちらのっていうか、かっちゃんが勝手に呼んでる呼び方ねなんかもう慣れ慣れしくボッピーがとかって言ってるけどボーピープですね。はい、開けるこれ。いや、一旦このまま一旦このまま飾って、うん、それで考える。分かった。でもウッディたちよりも大きいんだよね。かなり大きいから、ちょっと仲間外れ感がね、若干浮くかもしれない。これのシリーズのさ、ウッディたちがいれば揃えてもいいよね。いる、いたじゃん。あ、待って、これじゃん、これ後ろ、後ろ。そうこれバズがいないか。4か4ね。てかね、このね、ボーピープがね、こうやって着せ替えっていうか、衣装チェンジができるみたいなんだよね。うん、そんで、以上だね。以上、あともう一個、これです。うわずっと開けたかった。早く開けたかった。これが僕からのプレゼントかな、今回。そう、かっちゃんが買ってくれました。勝手に買ってもらえるじゃじゃーん、ミニチュアフィギュアコレクションです。これね、最近ディズニーでよくフィギュアがね出てるんだよね、箱で。まあランダムでね、1箱900円なんだけど、これはコンプリートセットみたいな感じで、シークレットも揃った6種類があの、うん、コンプできるよっていうセット。これは欲しかったんですよ。これ今回アラビアンコーストバージョンね、好きだからね。さやちゃんはさ、もういつも歌ってるじゃん、シンドバッドと。シンドバッドね、うん、だけだった。前のさ、ディズニーの動画で歌ってるね。めちゃめちゃずっと歌ってた。そうそうそう、よし、開封の儀。儀こんな感じで6個入ってる。いいよね、もうなんかこのさ、シークレット感がさ、あのチョコエッグみたいなさ。そうだね、ワクワク感がある。まあ、全部入ってるからね。そうなんだよね、全部入ってるから。いいとこ悪いとこ。一発目はなんだ。せーの、じゃじゃん。おお、一発目からシンドバッド来たよ。シンドバッド、じゃじゃん。パーク行った気持ちになるわ。すごい、なれるわ。ほら、パークのやつって人形が歌ってるじゃん。うん、なんかフィギュアになってもさ、なんかすごい違和感がない。ないね。うわ、これそのまんまって感じ。いいね、これいいね。ディズニーに来た感じがしちゃう、これだけで。よかった。これ私がボンボヤージュにさ、二人で行った時に、あー、これ欲しいって言ったのね。それ覚えてたっていうね。小さい頭でね。小さい頭でね。いや、可愛いシンドバッド、いいね、めちゃくちゃ。じゃじゃん。おー、これはいきなり出ちゃった。シークレットのベキートになります。揺れてる。そうなの、これ揺れるらしいよ。知ってたの？知ってました。マジックラップシアターのショー見る前にさ、ベキートが出て喋るよね。喋るね。その時のヘビです。かわいい。みんな知ってるんじゃない、これは。知ってると思うヒヤッとした。じゃじゃん、なんだ。あー、来た。シンドバッドで一番押してる。シンドバッドで押すのってもうさ、だってさ、シンドバッドとチャンドゥぐらいしかやってないそうだろ、チャンドゥ。そうだろ、チャンドゥ。ヒーみたいな。ヒーも言われるけどこのセットいいね。いいね。じゃじゃん。おー、アブーです。アブー、こんな感じ。かわいい。ゆらゆら揺れるようになってる、アブーが。うん、やばい。ラスト2個よ。どっちかがジーニー。重さ的に、あ、こっちのが全然重い。あ、じゃあこれジーニーじゃない。じゃじゃん。あれ、アシームです。あー、頭大きいから重たかったんだ。重たいのがジーニーだね。あ、重たいの残したのね。はい、アシーム。これもマジックランプシアターに出てくる、うん、まあ、主人公みたいな感じだね。そうだね。いいね。鍵を落とす子だね。鍵見てない。ではでは、もうラストはもう Come on, pass of your heart。 え、紫色ね、結構。これあれよ、乗り物。そう、乗ったことないんだよね。嘘、ないの。一番目立つとこにあるとこ、やつだよね、うん、そう、メリーゴーランドですよ。へー、アラビアンコーストにあるキャラバンカルーセルでした。難しい名前。ここにね、乗ってね。乗ったことないんだよな、これ。乗ったことないんだ、楽しいよ。これもいいね、かわいい。でもなんか一応、なんかジーニーではないのがなんか、なんわかる。あのね、これね、出てんのよ、青いの。青いジーニーはもういるんだよね。で、今回紫くなったんだ。はい。
以上です。うわ大満足です。はい、嬉しかったです。よかったです。バイバーイ。バイバーイ。